はですね、私の一之町のだんじり祭りの後輩でですね、船山隆というやつがいてるんですが、まあゴルフ行きましょう言うてね、何回か誘いがあったんですけど実現できなくて、今日ちょっと電話で喋ったら、まあ僕のスイングね、体も硬いし回ってへんので下手くそでしょと、インスタに上げてるのはええ時だけを上げてるんでしょ、もちろんそうや、僕には絶対勝てないですよみたいなことを抜かしやがるんでね、ちょっと一回電話かけてみたいと思います。あ、こんばんは。こんばんは。はい、いやもう絶対俺ゴルフ勝てる思ってるよね、船山くんは。もう気にしなきゃいちゃいますもん。え、ま、もうちょっと負けるかもみたいな思い出してんちゃいますのか。あ、全然全然、何を言うてんの自分。そんなドライバーも定まれへん、定まれへん、こうねえ、ほんで、ね、もう一人の子、もう一人の子も28いけるやろ言ったらすごい楽しみや言うて、はあ、だってそのなんていうか、上手い人に挑戦するの好きなんです、そいつも。なるほど、はい、だからハンデもらえないともちろんもらって、吉間さんにもその旨は伝えた。いきなりハンデください言うのはおかしいやろと、男のくせに言うてね。初対面でね、まあ、吉間さんに、ね、吉間さんはそう言うてて、ね、もうそんなもん、はいはい、初対面でどれだけの実力か分からへんのにと。いや、ほんで俺とも隆はもうこれは別でも、いやこれはそれ白黒はっきりね、はいはい、お前も 2,3 年前から俺とゴルフしたい言うて、はいはい、なぜならば俺の YouTube 見た、俺は下手くそで俺には勝てそうやからっていうことでね。ほんでまあインスタ上げてんのはこんなまぐれまぐれの時ばっかり載せやがってと、ね、スイングもむちゃくちゃやし、ね、まあ、そういうようなとこからもうあのなんか低い姿勢から電話かかってきて叩いてくるというね、荒手な技を今これちゃんとあのカメラで今撮ってるんでね。ああ、わかりました。これはね、もうお前もう絶対俺に勝てる思ってるか分からんけど、俺勝てお前絶対勝てるからね。わかりました。おー、もう晩飯かけようっていうこれ証拠を今撮らせてもらってますね。ああ、わかりました、わかりました。あの横で行きましょうか、横で。横で。え？一ホール、一ホール。一ホール、一ホールの勝負。はい、1アップとかそういうことや。はいはいはい。トータルで、トータルじゃなしに。じゃなく、一ホールで、ね、はい、6だと7だやったら、6だの勝ちや。はいはい、はい、はい。ほな、その一ホールはこいつが今、1アップいうことやな。はいはい、だから大叩きするホールがお互いあっても、それは1個負けただけになるやろ。はいはい、だからスコアが88と91でも、僕が91やったとしても、僕が勝つこともありえるってことですね、横やったね。もちろんあります。おまけに、もし横が引き分けやった場合はスコアです。はい、ああ、そういうこと。最終的に。はい、わかる。それいいですね。18ホール横で1個ずつ丸か×かっていうことですね。そうです、だからね、半分終わってね、はい、半分終わっても、9-0やったらもう勝ちないもんな。あ、そうですね、そういうことですね。うん、あ、それ僕にとってはすごいいいルールですよ。でも横でやってくれたら、そうでしょ、はい、僕パー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 は出るけど、3とかもプラス3とかも出るんで、スコア悪なるんですよ。はい、だからお前の、お前のそら、それぐらいお前にハンデをあげないとさ。ありがとうございますね。はいはいはい、まだちょっと飯かけて、はい、だからお前が100叩こうが、勝つときは勝てる、パーパー7つ取ってたらええわけよ。そうです、そうです、そうです、そう、はい、
よし、そっちの方が、はい、いいです、いいです、やったるからな、お前。いや、もう2月28と言わず、もうなんかもう明日すぐ行きたいわ、もうほんまに。僕明日でもいいですよ。いやいや、この野郎、俺が行きたいんだよ明日。もうすぐすぐお前にごめんなさいと。もうそれは負けた方はね、お前飯食うところで土下座で、もうまたよろしくお願いします、また挑戦させてくださいってね、やっぱお願いして、またそれ次の戦いをお願いして初めて決まるから、それまでずっとあれはもう敬語だよ。わかりました。もう、あ、プロプロって言わなあかんことね。わかりました、ね、この下手くそに何とぞ何とぞ言わなあかんわけね。そうですね、そのね、はい、楽しみにしておきますよ。はいはい、はい、練習行かないですか、ね、もうね。いや、まあまあ2月14日はゴルフなんや。ああ、うん、離れもありますよね、やっぱね。いや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 、お前そんなこと言って三崎カントリー行くんじゃないの。えー、こいつ怖いな。ちゃいますちゃいます、離れもあるなと思ってね、やっぱよう言ってるからね、体があると。もうね、あの、はい、負ける言い訳をもう考えてたじゃダメよ。いやいやいや、ちゃいますちゃいます、うん、僕もちょっと行くん調整させてもらいますわ。いやいや、もうそんな、はい、あなた、はい、うまいんですから、スイングも綺麗だし、はい、ね、もうコテンパンに言わしちゃるからな、お前。そうだね、ぜひ。 OB1 回もないのに俺に負けた言うてな、はい、OB なかったら負けること絶対ないですよ。ないよな、ナイスナイスナイス、うん、まゆちゃんもゴルフしたらええのにね。まあまあまあ、何の話や、はい、そんなんはええねん。お前何話、お前まず俺に必死になっとったらええねん、まず俺に勝たなあかんねんから。俺がまゆちゃんゴルフやったらええもん。何のお前、うまいみたいに、お前、はい、分かりました。80代出したいのが目標なくせしに、お前、はい、えー、はい、まあ、なんかほんまお前と行くときに俺が84、5で 回りたいな、やっぱり。なんでそのそんな決体なスイングやのに、なんでうまいんすかそんなに、っつってな。いやな、だから調子乗んなよお前、言うて。お前でももう次ゴルフするまでずっと俺はプロって言うよ。視聴者は思ってますよ、多分。なんて、え、何、視聴者は多分思ってると思うぞ、この、え、っつって、こんなスイングのくせに、スイングで、はい、出るんかなみたいな。ベスト79ですよ、2回出してますよ。はいはい、そうですね。まあ、ほんでやっぱりバーディーかで、やっぱり出さなあかんな、やっぱり79出す時はバーディーぐらいは出してたかな、はい、けどほんまに調子いい時は4連続のバーディーあるし、よし、はい、まあまあまあ、俺はもう練習も何もいかないけども。ああ、そうですか。練習で1回顔合わせしとかんでいいですか。で、もう自分練習やっときなさい、君だけ。はい、僕、はい、僕はやります。いいよ、別にハマデラロングいつでも誘ってくれたら、はい、いつでも。はいはいはい。あの、僕はクラブ持っていかないけど、君の見てあげる、アドバイスしてあげるから。ね、こうしないとダメなんじゃないっつって。あの、あの50ヤードのあそこのグリーン乗せてごらん、言って。はいはいはい。ね、遠慮しときますわ。変なスイングになるっすわ。な、お前もう俺疑ってるやん。俺ほんまにアドバイスしよう思ってるのに。スイング汚なりますわ。お前、俺自分のスイング見えてへんねん、アホ。初めて YouTube で見てびっくりしたやん。人のスイングにはうるさいねん。俺こんなスイングだけど。わかる？わかる、わかる。そうそうそう。なんかでもちょっとおかしいでしょ。テイクバックがちょっと全然上がってないですもんね。あ、俺のことやろ？はいはい、全く上がってないやん。ほんで上がってないし、あのフィニッシュが、はい、右足回転しすぎみたいな。なんかもう滑ってるみたいな。そうそうそう。何それ、クリーンってやってるかなみたいな。はい、あんなんでボール飛ぶんかな、お前、ね、なるほど、だからもう距離も全然飛べへんと。あんだけしかバックテイクバックできてないかし、はい、お前めちゃくちゃディスるやん。
お前このディスルだけで俺これ YouTube 上げれるわ。皆さんこうご期待しとってください。2月28日こいつに絶対勝ちます言うて、勝ちますとか言って、そうあんだけしか上がれへん男にお前は何もハンデも何もくれないんだね。年ももう8つも上の俺をいたわらないよね。はい、うん、お願いしときますわ。ほんであれやろ、酒とかも飲まんとゴルフすんのやろ。いやのちょっと飲みます、ちょっと飲んで。いやもう飲まんでいいよ、なんな真剣にやって、真剣に真剣にやって、めちゃくちゃ負けて真剣にやって OB5 発とかなあ、はい、俺なんかもうヘベレケなったるわ。あお願いしておきますわ。ヘベレケなって86つまずいてこけて86どう怪我せんといてください。大丈夫ですよ、はい、見えてるんですか、はい、よっしゃ楽しみやな。もう YouTube 撮ってんですかこれ。撮ってますよ今撮ってんすか。撮ってますよ、はい、これな戦う前の記者会見と一緒やからそうやろ格闘家で言うたら、はい、はい、この導いたこいつをね、はい、バチコンまあせいぜいこいつ何言うて、はい、うまいこと言った言うても91には思いますよ。いやまあそれぐらいですよ。でもでしょ、はい、そんなスコアでねよう俺に挑んできましたよ。俺に挑んで俺何言うてもなんぼ叩いても80代やからな。あ、まあスイング見たらねどうしてもまあスイング見たらみんなあの100は叩く思うよね。あれな、だからお前の逆バージョンや。お前スイング見たらもう常に80代やろ、はい、俺のスイング見たら常に100代やろ。どっちがいい？そうですね。お前の方がええわけど。スイング切れん方がええわそら。馬鹿にするなお。ね。はい。まあ頼んできます坂田君。はい、よろしくね。これどうまだ載せるんですか YouTube に？載せます。画像ないのに。画像ないけど俺が映ってるもん今。映りながら撮ってるし。わかりました、はい、2月28日待っとけこれ三崎カンドリー。わかりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい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 、舐めやがってこのボケ言わせるからな。